ウォカツチャンネルをご覧の皆さん、どうも、カズキです。ですね、今日は、7月25日、7月25日といえば、土曜牛の日です。土曜牛の日ということは、皆さん、ウのつく食べ物を、食べましょうということで、代表的なものは、うなぎですよね。まあね、でそこで、まあ、大体うなぎなんですけども、今回ね、市場にね、なんか面白いものが出てたんで、紹介したいと思います。っていうのがこちら、うなかばちゃんと。じゃあ、うなかまちゃんなんですよね。かまかまなんですけど、本品はうなぎではありませんと。かば焼きのかまじゃなくて、かまぼこのかまになってるというね、なんだこの面白商品みたいなのがちょっと出てたんで、まあでもこれほんとこれかば焼きっぽいですよね。これめっちゃこの焼き加減というか、その型取りですかね。型取りっていうのがね、なんかね、ほんとうなぎのかば焼きっぽくて、実際どんな味がするのかちょっとあれなんですけど、ちょっと心配なんですけど、ちょっと今日これ食べてみたいと思います。お皿に移して、500ワットの電子レンジで1分20秒ということなんで、ちょっと電子レンジチンしていきたいと思います。はい、というわけでですね、今ねこのレンジでチンしてまいりました。でね、お皿に出すとき気づいたのが、この表面で見た感じの表面のとこだけじゃなくて、裏側までね、ちゃんとこのうなぎっぽいクオリティで、すげえなと思いました。山椒とね、山椒とタレとついてたんで、ちょっと少しずつかけてね、食べたいと思います。やっぱりね、うなぎといえばね、山椒なんでね、僕が焼いたうなぎのかば焼きとですね、これと比較動画っていうかね、そういうのをちょっと受け狙いでね、作ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとね僕の計算ミスで、予約分で、うちの予約分っていうか、僕たちが食べる分がなかったっていうね、早速ね、こう食べてみたいと思いますけれども、これかまぼこですんで、でね、こんな感じですよ、ほらね、ほらなんか本物っぽいですよね、これ。いただきます。うんうん、これかまぼこです、かまぼこ。骨がなくて食べやすい。最近あったじゃないですか、人参をこうミキサーにかけて人参の形に形成し直したっていう食べ物とか、ちょっとお年寄り向けとかね、それに近いかもしんね、知らないですね、それに近いかもしれない、知れない、そんな感じの食べ物ですね。すり身を、まあ、うなぎっぽくした、でもうなぎではないです。食べれないことはない、かまぼこ好きの僕としては食べれないことはないと、まあまあ美味しいかなというところです。でもうなぎじゃないです。まあさすがにね、うなかまちゃんなんで、かまぼこなんでね、まあ、それなんですけども、まあまあおしゃれで食べるのは全然面白いかなと、まあ、ほんとこうね、目をつぶってこう、なんだ、格付けランキングみたいな感じでやっても面白いかなと思ってたんですけど、まあこれだったらわかるなという風な感じです。まあね、このね、土曜牛の日っていうのがですね、土曜っていうのが、今年が7月19日から土曜入りなんですよね。で、牛ね、牛虎ウーの牛なんですけれども、まあ7月19日が、羊なんですよ。で、羊から、猿、鳥、犬、イー、ね、牛ということで、20日21、22、23、24、25っていうね、土曜に入って、牛の日、牛の日、ね、牛とら十二支の牛の日が、土曜牛の日ということで、運のつく食べ物を、食べようということなんですけれども、今日ですね、うなぎを食べ損なったという人、食べ損ねたという人にはですね、実は今年の土曜の牛の日は2回あるんですよ。2回
ね、あの1月の6日木あ日曜日、大勝は休みです、ですんで、まあ、まあ土曜日ぐらいにね、あのもう一回あのうなぎ食べれなかったという方はですね、あのその日に、チャレンジしてもいいんじゃないかなと、思います。で、もう一つだけ、土曜の間はあんまり泥いじりをしない方がいいということを昔から言われてるんで、あんまり土いじりとかね、泥いじりなんか、そういうのはね、やんない方がいいんじゃないかなと、思います。で、というわけで、あの今日はあの飯テロというか、あの土曜牛の日にちなんだ、あのうなかまちゃん、うなかば、うなぎのかば焼きじゃない、うなぎのかまぼこのうなかばちゃんを、かまちゃんを、うなかまちゃんを、食べてみたという、動画でした。というわけで、また次回も大勝チャンネルの動画でお会いしましょう。というわけで、サギだ。サギだ。